ルだけを見て。賑やかな秋を彩る秋華たち、秋華賞の舞台で美しく花を咲かせるのは誰だ。3番人気はこの子です。エルコンドルパサー、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、タママクロス。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、桜花賞馬娘メジロドーベル。1番人気です。春に続き秋の舞台でも大輪の花を咲かせることができるか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはダイワスターレット、15番西のフラワー。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロドーベル、ダイワスターレット快調に飛ばしていきます。先頭はダイワスターレット、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は西のフラワー。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはダイワスターレット、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは西のフラワー。さらに内から2番、7番、4番手、15番、水槽、18番、続いている内から行く8番、そしてその外から行ったのは14番。さらに内からマンハッタンカフェ、外にはウォッカ、向こう正面に入って先頭はダイワスターレット。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずダイワスターレット、続きました2番、それを見るように西のフラワー、少し離れて7番、差がなく18番、内をついて8番、その外並んで15番、14番、外から行く、少し離れてエルコンドルパサー、その外並んでウォッカ、さらにマンハッタンカフェ、後ろキングヘイロー、その外並んで16番、少し後ろからタママクロス、その外並んで11番、さらに1番、後方2番手にメジロドーベル、そして最後方3番ダイワスターレット。先頭進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスターレット、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。まだ先頭は動かない、このまま直線での争いになるのか。栄光まで400、メジロドーベル、ここで抜け出した。最終コーナー、先陣を切ったのはメジロドーベル、メジロドーベル、先頭はメジロドーベル、これは強い。残り200、ウオッカ、追いすがるメジロドーベル、足色は衰えない強さを見せつけてメジロドーベル、ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した、秋の京都に女王降臨、メジロドーベル、見事に秋華賞を制した。2着はウォッカ、3着に入ったのはダイワスターレット。自分を誇るってなれないけど、悪くないね。